ゴールキーパーはセーブ率リーグ4位の藤田、福島、平松、大森という3バック、右に黒崎、左には福森です。佐藤がいて山田、そして西谷兄弟、双子の西谷、兄が背番号7、今日は兄弟対決が実現します。前線のイスマイラは加わって初先発です。37番の根本とツートップを形成します。ゴールキーパーはホセ・アウレリオ・スアレス、今日も4バック予想です。阿部森光大、内田光平、エウチーニョ、そして白井と桜井がいて、柿谷、浜下、左には24番西谷和樹、西谷ブラザーズの弟です。前線の9番森海斗は11ゴール、そして7番は白井英二、開きましたね。さあこれはスルーパス、シュートは、いやー、先制徳島ヴォルティス、今シーズンの12ゴール目森海斗、実にゴール前冷静でした。先制したのは徳島ヴォルティス、前半の10分から11分、いや徳島が本当左右に、ね、ボールを展開させたことによって栃木のプレッシャーがかからなかったと。で西谷和樹選手がルックアップしたところで前を向いて、このタイミングで森海斗選手が素晴らしいランニングしましたし、まあ、最後ね1対1になったところで冷静に流し込んで、イスマイラ行かせてな、今いいタイミングでね、イスマイラ選手が裏取れたので出したかったですね、はい。さあ今度は根本、胸でコントロール、根本のシュート、18分栃木 SC 追いつきました。決めたのは根本涼、豪快な左足でのゴール、根本今シーズンの4ゴール目。いやいやいや、山田選手ですけどね、素晴らしいタイミングで根本選手見たんですけど、ここでねちょっと接触が森光大選手ですかね、が抜けた時に、おっとエウシーニを狙ったボール失って、イスマイラのところにボールが入る。イスマイラがドリブル仕掛けていく。イスマイラ、イスマイラ対応しているのは内田です。かわした、イスマイラ、イスマイラ、そして根本、根本のシュートは浮いてしまいましたが、イスマイラのプレー素晴らしかった。いやー、イスマイラ選手の突破力すごいですね。1回は内田選手がうまくね外に逃がしたんですけど、さあワンタッチで右のスペースを使っていこうという西谷勇気、ここはさあ根本だ、そして福島ゴール前、イスマイラ、イスマイラ合わせることができませんでした。そしてあっと、あっ、ん、2枚目か、2枚目ですね、出たとしたら。4番の佐藤翔は前半イエローカード1枚もらっています。75分、後半になってもう1枚イエローカードをもらってしまいました。これで退場となります、佐藤翔。ケサダ、ケサダのアーリークロス、あ、面白いボールだ、おっとシュートは浮いてしまったか。いや、いいボールを送りました、今入ったルイズミケサダ。いや、今のクロスの精度は相当高かったですね。森海斗選手もしっかり大森選手に競られながらもヘディングできましたけど、安田戻していった、そして西谷だ、西谷勇気、ゴールキーパーホセ・アウレリオ・スアレス、左に飛んでこれをセーブ。いや、これ簡単なセーブじゃないと思いますね、まあ、両チームの選手が目の前にかなりいたので、栃木の選手は一箇所に固まっている。さあそこからどう散らばっていくか、ボールはどこに来るか、ニアサイドに多くの選手が入ってきた、そしてシュート、89分、栃木 SC 勝ち越し。ガッツポーズは途中出場19番大島幸喜、
コーナーキック1人少ないホーム栃木 SC 執念の勝ち越しゴール。いやここのニアでね2枚しっかり潰れたのが本当に大きかったですよね。まず一番手前に小堀選手が入ってきて潰れて、その後ろには平松選手いて、いや大島選手がよく決め切りましたね。ルイズミケサダが左足コーナーキックを蹴る、カーブしていったボール頭でつないで大森がクリアしていきます。さあこぼれた、ダイレクトのシュート、渡り選手じゃないですか。アディショナルタイム追いつきました。徳島ボルティス決めたのは16番やはり途中出場の渡り大輝。いや渡りは今シーズン初ゴール、リプレイです。一回弾いてね、ここでセカンドボールに対してこぼれに、いや難しい体勢だったと思いますけど、山下そして西谷和樹、中央エウシーニョ、エウシーニョ打つか、縦に入れて、なっとここは大森だ、そして試合終了のホイッスル。 J2 リーグ節目の第30節、20位の栃木 SC と21位の徳島ボルティス、残留を争う直接対決となりました。